皆さんこんにちは。先ほど以前から購入したいと思っていたものが届きました。宮崎県の胡蝶蘭農家さん、愛花園芸さんの商品です。今回購入したものは胡蝶蘭を育てましょう4株セットです。私のところにはすでに100株ぐらいの胡蝶蘭があるのに、なぜ育成株をわざわざ宮崎県の愛花園芸さんから購入したのか。それはとにかく愛花園芸さんのところでぜひ何か購入させてください。これが一番の理由です。ご存知の方もいらっしゃると思うんですが、愛花園芸さんって胡蝶蘭の掲示板をかなり昔から、ログを見る限り15年以上も前からでしょうか、胡蝶蘭専用園芸相談の掲示板を管理されていて、広瀬さんという方が現在は青森から質問にお答えになってるんでしょうかね。過去ログもホームページ上で整理がされているのでとても便利です。そこでは愛花園芸さんのとこでね、購入された胡蝶蘭のことでもないのに長年、質問者の不安が解消されるまで何度も何度もですね、質問に答えられています。SNS の情報発信が容易にできる今となっては、多くの胡蝶蘭関係者さんが胡蝶蘭の育て方に関する情報を発信はされているのですが、この愛花園芸さんはそのずっと前から特別な存在です。写真付きの過去ログも保管されていて、まあそこで検索をかけると大抵の悩みは解決します。私は質問はしたことはないのですが、葉っぱの異変が出たりするとすぐに愛花園芸さんの掲示板の過去ログを検索して、解決してきています。お世話になったらお礼を言って、はいそれで終わりとかではなくて、まあぜひ何か、購入させてくださいというのが私のスタイルです。掲示板の情報でお世話になっている愛花園芸さんで胡蝶蘭を購入したい、でも愛花園芸さんって宮崎県で、関東圏内の私の家までは1200キロぐらい離れています。品質にこだわられる愛花園芸さん、関東圏内への花の発送はもうごく限られた期間だけなんですよね。私愛花園芸さんではぜひ桜姫ちゃんを飼いたいなと思っているんですが、距離的ハードルが高いんです。ということで今回はこちらの育成用の4株セットを購入しました。この株のセットの販売も4月中旬あたりから10月末までの期間限定です。この4株セットには、輸送中の痛みなどの対応として1株おまけがついていて5株入っているのですが、まあ長い移動だったにもかかわらずみんな元気でこのように可愛らしい子たちです。花の色とか、どんな花が咲くのかというのは、実際咲いてみてからのお楽しみということです。いつもビニールポットを外して何かしらいじっている私なんですけれども、この子たちは、このままの状態で、過ごさせる予定でいます。愛花園芸さん、そして掲示板のひろしさん、胡蝶蘭に関する情報をいつもありがとうございます。私もこの先ですね、掲示板で質問することがあるかもしれません。その際は過去ログをしっかりと見て、そこに同じような質問があるかどうかを確認してからにしますね。
愛花園芸さん、可愛い胡蝶蘭たち、そして楽しい胡蝶蘭ライフをありがとうございます。この子たちの成長が楽しみです。それでは皆さんもどうぞ楽しい胡蝶蘭ライフをお送りください。